はい、おはこんばんちは、春川流でございます。信長の野望波動、今回はシーズン3新要素要素ということでやっていきたいと思います。本日5月30日火曜日の21時から、生放送がありまして、新情報、シーズン3の新情報が出ますよと。それに先立ちまして、こんな新要素が来るんじゃないかということをですね、ちょっと予想して話していきたいかなと思います。それでは早速いってみましょう。はい、それではですね、まず早速一つ目の新要素、こんなの来るんじゃないかなというところなんですけども、まずマップですね。マップ、いろいろパターンがあるかと思いまして、全くもってこのまま、北条家がシーズン3からなくなりますんで、もしかしたら関東がなくなった状態かもしれない。はたまた関東がなくなって四国の東側だけ、まあね、三好家が一時期四国の東側、淡路島とかあの辺ね、領有していた時期もありましたので、まあそれに伴って四国の東側だけ出てくるとかね完全に予想だけども、まあ、そんな感じでね、来るかもしれないなというのがまず予想。大きく変わることはないかな、あの大名家の顔ぶれを見るとね。まずこんなところで、次、はい、こちら火事の画面に来たんですが、新しい装備品が出てくるんじゃないかなとも予想しております。まあ可能性は低いけどね。今のとこ SSR、SR、RN という4種類で、共通の鎧、兜、武具、刀ってありますけども、そろそろ武将固有の装備が出てきてもおかしくないかなとは考えております。例えば本多忠勝のトンボ斬りとか、徳川家康の金ダミ武足とか、あの金キラ金の鎧ねそういうね、武将専用の装備が出てきてもいいんじゃないかなとは考えております。まあ、これね、三国志波動ではあったんですよ。関羽が青龍偃月刀とか、呂布が宝典画劇とかね。なんでね、信長の方でもあるかもしれない。まあ信長とかの方がいっぱい出てきそうだよね鎧、兜、武具、刀ってね、4種類あるから出したい放題ですよ、こんなの。でね、何かしらの武将、何かしらのね有名な武器や防具、特に兜ね、有名な兜いっぱいありますんで、その辺出してきてもおかしくないんじゃないかなとは思ってますね。はい、ただね、三国志波動ではそういう固有武器は課金アイテムでしたけどねはい、3つ目はですね、戦法効果の新しいやつが出てくるんじゃないかと。まあ、このね、戦法の説明文の中に新しい効果が加わる。まあ、前回の動画でも少し話しましたけども、回復、ヒーラー的役割の戦法が出てきても面白いなというふうに考えてます。今んとこね、純粋なアタッカー、タンクできるアタッカー、あと、バフを負けるアタッカー、デバフを負けるアタッカーっていう感じでいるんで、それに回復できるアタッカーが入ってきてもおかしくないんじゃないかなと思います。敵南部隊にダメージを与えて、味方南部隊に、負傷兵を回復させるという子あってもいいんじゃないかなとは思いますけどね。あとはね、他にもまあ戦法の効果とはまた別に新しい技能が加わってもいいんじゃないかなと思います。何かしら新しい技能が加わると思いますが、こういう技能が欲しい。まあ、戦法の効果ではあるんですけども、デバフを受け付けない、デバフ効かない技能、まあ、三国志とかで言うと、長雲みたいな、デバフ効かないっすみたいな武将が一人でも面白いよね。まあ、対毛利元成対策になりますんで、この辺は新しく実装した新武将出てきても面白いかなとは思いますと。で最後、はい、こちらはちょっと可能性は低いんですけども、新しい陛下大筒が来てもおかしくはない可能性的には低いけどもね。大名をね、先行でこうね、予約制で選ばせておいて、新しい特性がね、こんなギリギリで発表みたいな、そんなちょっと大名を先、大名家先に選ばせる理由なくねみたいな意味なくはないけども、もうちょっと早めにそういうのを情報くださいよ。まあこの運営だったらやるかもねっていう感じがします。はい、まあ鉄砲もね、いきなりだったんですよ。シーズン2開始前の直前の生放送で鉄砲は発表ありましたね。まあ、それによってね、あの野戦における環境がガラリと変わりましたんで、まあ、可能性的には、今度はね、大筒がもし入るとすれば、甲状腺の時にまあ有利になるような陛下が出てきてもおかしくはない。ただねまあそれはそれでもう大名家選択がまたゼロからになるかもしれませんね。武将をどの武将にしようかとかなるかもしれないし、またシーズン3の武将しか大筒の陛下、
S 持ってる人いませんよっていうことをやってくるかもしれませんね。はい。まあ、出たらね、面白いとは思いますけども。もし出すんであれば、甲状腺有利になるとかいうだけではなくて、やっぱり海上戦、海での戦いですね。まあ、そういうのもね、一緒に出してくれないとっていう感じはします。まあ、でも、大筒出した後、また別のシーズンで、今度は海の戦いも、で、大筒役立ちますよ、とかいうのはあるかもしれないけどね。うん。まあ、そういうところもね、考えてはいますって感じですかね。はい。以上4つでございました。まあ、さらっとですけども。まあ、今回シーズン3で新しく出てくるんじゃないかなと思っている新要素ですね。はるか的にこの4つかなと思います。まあ、これ以外もね、出てくる可能性十分にありますが、うん。皆さんはどうでしょう？予想してみてください。まあ、今日の9時には答え出ますんで。この動画が何時に出ているかわかりませんが、うん。まあまあ、生放送までの間の、まあ、時間潰しにもなればいいかなとは思っておりますね。はい。まあ、そんなところで、私、1サーバー所属なんですが、痴漢先願いの所属大名希望、こんな感じですね。織田家が希望方、三好家が希望方。で、上杉家と今川家が希望多数と。で、相変わらず、武田家はまっさらさら。っていう感じですね。はい。今川家の人気が上がってきましたね。なんででしょう。なんかやっぱり新要素加わるかもしれないっていう希望的観測もあるのかな。うん。あとね、北条家がないから、関東がなさそうだって予想して、そうすれば今川家、マップの端っこになるんじゃないかなって予想して、ここって人もいるかもしれませんね。はい。これさ、各大名家に希望を出して、で、それ落選した人はみんな武田家に集まるってことこれ。そういうことだよね、これね。これ武田家大丈夫かな。まあね、人数は平均的になるけど、いや、あの人と一緒に、友達と一緒にね、楽しくやりたかったのに大名家バラバラになっちゃった。モチベ上がんねえ、やらねえ、みたいな感じにならないでしょうかね。それだけが心配。うん、武田家だけ寄せ集め軍団になっちゃいそう。大丈夫かな。まあでもね、こういう予約制にする限り、まあこういう状況はどうしてもね、出てきてしまうんでしょうがないなとは思いますけども。抽選から漏れた武田家に集まってきた人たちの中でこう、頑張っていこうぜっていう旗振り役の方がいらっしゃればいけるかもしれませんけどね。うん。逆にいろんな一門さんの情報を持ち寄って情報戦では武田家強いかもしれません。知れないですね。わかんないけど。はい。そんな感じでございます。はい。それでは以上でございます。いかがでしたでしょうか。うん。まあ、あることないこと予想していくだけだったらタダですからね。自由ですから。はい。まあ、ちょっと欲望も多分に入り混じってますが、今回の動画でございました。あと、はい、それでは今回の動画が少しでも面白かったためになったと思っていただけるようでしたら、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたしますと。それではまたね、バイバイ。ご視聴ありがとうございました。